イベンダー・マッキー・バーローは、アメリカ合衆国の著作家、教師であり、南北戦争の時は、南軍の将軍だった。ローは、サウスカロライナ州ダーリントンで生まれた。祖父と二人の祖,祖父は、アメリカ独立戦争で、沼の狐と呼ばれたゲリラ戦の指導者、フランシス・マリオンの指揮下で戦った。ローは1856年に、サウスカロライナ士官学校を卒業し、 1858年から1860年まで、キングスマウン士官学校の歴史学教授を務め、その後アラバマ州に移転して、タスキーに出、自ら軍事高校を開いた。アメリカ合衆国からアラバマ州が脱退するとすぐに、ローは大尉としてアラバマ州兵隊に入隊した。1861年4月、自分の高校の学生たちから募った部隊である 4はアラバマ不評連隊の隊員として南軍に転属となった。第4はアラバマ不評連隊はアラバマズワーブとも呼ばれた。翌月、ローは中佐に昇進した。第一次ブルランの戦いではバーナード・イビー順将の旅団に入った。その連隊の大佐が戦闘で戦死し、ローは腕を負傷した。その左腕は固まってしまいほとんど使えなくなったが、 傷から回復すると連隊に戻った。ローは1861年10月28日に大佐に昇進し、アラバマ旅団と呼ばれることになる部隊の指揮官に就いた。1862年5月に北バージニア軍、ジェームズ・ロング・ストリート少将の下に就いた。ローは半島方面作戦と7日間の戦いを通じて、その旅団を率いた。ゲインズ・ミルの戦いでは、 ロート領有の旅団長、ジョンベルフット巡将が、北軍前線の中央を突破して、名声を得た。この両旅団は4日後のマルバーンヒルの戦いでも、相前後して攻撃したが、決定的に打ち破られた。北バージニア方面作戦の第二次ブルランの戦いの時、北軍左側面に対するロングストリートの吸収で、ロートフットの旅団は、再び主要攻撃隊として使われ、 北軍ジョンポップのバージニア軍をほとんど壊滅させるところまで行った。メリーランド方面作戦のアンティータムの戦いでは、ローの旅団がトウモロコシ畑を抜けてきた北軍の攻撃を耐えたが、454名が戦死、または負傷するという大きな損失を出した。ローは1862年10月3日に順床に昇進した。12月のフレデリックスバーグの戦いではあまり、 戦闘に参加することはなかった。1863年、ローはロングストリートの軍団についてバージニア州サフォークに行ったのでチャンセラーズビルの戦いには参戦できなかった。しかし、その軍団はゲティスバーグ方面作戦の時には北バージニア軍に復帰した。ゲティスバーグの戦いでは2日目の7月2日にリトルラウンドトップとデビルズゲンで 北軍左翼に対する襲撃に参加したが、うまくいかなかった。ジョンベルフットが負傷した後は一時的に、師団指揮官を継いだ。歴史家の中には、ローが師団長を代行した時に、フット師団にあった、協調性がなくなったことでローを非難した者がいた。ゲティスバーグの歴史家ヘンリー・ W ・ファンツはその日の午後の、ローによる師団統制は、 外して大変積極的でも強力でもなかったと示唆した。ローはその日の戦闘が終わるまで旅団長の後継者を指名しておらず、所属する連帯には指示がないままにしてしまった。フット師団の他の旅団長も戦闘の間、ローから何も指示がなかったと報告した。7月3日、ローの部隊は南軍前線の左右翼におり、 北軍ジャドソン・キルパトリック巡承師団配下の旅団長、エロン・ジェイ・ハーンズワース巡承が率いた自殺的騎兵、突撃に対して防御した。ロングストリート将軍は、戦闘に関するローの公式報告書の内容に満足せず、受け取りを拒否したのでその写しは残っていない。何年か後に、ローは7月2日の戦闘について、南北戦争の戦闘と指揮官の中の、 ラウンドトップをめぐる戦いで、その証言を出版した。ゲティスバーグの後で、ロングストリート軍団は、西部戦線に転属となり、ブラックストンブラック将軍のテネシー軍に合流して、チカマウガの戦いの勝利に加わった。フットもチカマウガの戦いに参加したが、フットは、テネシー軍の翼の指揮官として行動した、ロングストリートの軍団指揮官として働いた。ローは、 フット師団の中では上級旅団長として再度その師団式を代行した。9月20日、ローの指揮下にあったフット師団が北軍前線の隙間を攻めて少なくとも敵の大砲15門を捕獲した。フットはその日再度重傷を負ったのでローは師団長に止まることになった。ロングストリートは近間うがの時のローの功績を褒めたが、この二人は 激しい論争を始めるようになった。そのもとは、ロングストリートのお気に入りであるミカ・ジェンキンス順将と、ローとの間の職業的嫉妬によるものだった。異なる時と場所で、ロングストリートは、フット師団の指揮官職が空いた場合に、ローとジェンキンスの双方にその職を約束していた。ローは、フット師団ができた時から使えており、 ゲティスバーグやチカマウガではそれを指揮して功績を残していた。ジェンキンスはこの師団にとって新参であり、一度も指揮を取ったことはなかったが、その順庄に指名された日付が、ローのものより前だった。またチカマウガのすぐの1863年9月にジェンキンスの旅団がフット師団に付けられた時、フットが負傷して不在となり、ローはフット師団を ジェンキスに渡すしかなかった。フット師団は、ブラックの軍隊と共に、チャタヌーガの包囲戦に参加した。1863年10月遅くまでに、ローの旅団は、フットの師団や軍隊から離れ、ルックアート渓谷と呼ばれることになるテネシー川の、ブラウンズフェリーを守った。ローが休みを取って負傷したフットを訪ねている間に、師団長のジェンキンスが、ブラウンズフェリーの防衛隊から、 半分以上を抜いてしまった。これは敵の動きに関する情報があり、またブラウンズフェリー近くに残っている二つの連隊の一つである、第15アラバーマ連隊を指揮するウィリアム・オーツ大佐からの援軍の要請があったにも関わらない行動だった。10月24日、北軍がブラウンズフェリーを強襲し、守備隊を圧倒した。数日後、北軍はポトマック軍からの援軍である。 第11及び第12軍団がルックアウト渓谷の他の橋であるウォーハッチー駅に到着した。これら新鮮な北軍がブラウンズフェリーを占領した北軍と組んでユリシーズ・グラント中将がクラッカーラインを開くことを可能にしチャタヌーガ市内で植えていた北軍に物資を届けることができた。南軍のブラック将軍はクラッカーラインが チャタヌーが包囲に終わり意味するものと考え、10月28日にロングストリートにその軍団を率いて、ルックアウト警告の支配を奪うよう命じた。ロングストリートは敵の2個軍団に対処するために、ふっと師団のみを派遣することにした。ジェンキンスはすぐに、ウォーハッで鉄道に野衆をかける作戦を立て、ジョン・ブラッドン大佐が指揮する、ジェンキンス旅団とヘンリー・エル・ベニング准将の旅団、 合計2個旅団で攻撃することにした。ウォーハッチーへの攻撃と同時に1マイル以上離れたブラウンズフェリー近くでは、テキサス旅団とローの旅団で妨害行動を行うこととした。ジェンキンスはすでに勢力で劣勢だったが、やはりフット師団に属するジョージ・ T ・アンダーソン准商の旅団や自身の旅団のハンプトンリージョン不評連隊のかなりの兵力を使わないことで、 さらに事態は難しくなった。いざ戦闘が始まると、師団長であるジェンキンスが広く分散した師団の最左翼であるウォーハッチーまで馬で乗り進み、全軍を強調させられるような位置にはいなかった。その後の戦闘は、南軍の負けになった。ジェンキンスは後に、ローが、その妨害工作をあまりに早く諦めたと主張した。ローとテキサス旅団長である。 ロバートソン准将は他の部隊と協調して動いたと主張した。この論争はジェンキンスとローの間の緊張関係を沸騰点まで高め、決して収まることはなかった。ジェンキンスは1863年11月から12月にかけてロングストリートのノックスビル方面作戦でもフット師団の指揮を続けた。フット師団はジェンキンスの下で機能が働かないままであり、 ジェンキンスは、特に、キャンベル駅の戦いでの南極でローを再度避難した。フット師団及びロングストリート軍団の指揮状態は1864年3月まで、著しく悪化し、この時、ロングストリートが、ローやラファイエット・マクローズ少将を及び少なくとも一人の、巡将を逮捕させ軍法会議にかけた。ロングストリートの部下達に対する告発は、 南軍陸軍省から支持されなかった。打ち続くストレスによってローは辞任を申し出ることになり、自ら辞表を提出するためにリッチモンドへ移動した。リッチモンドでローがフットの元を訪れると、フットはローに辞任を思いとどまり、陸軍省にはそれを受け付けないようフットの影響力を行使すると伝えた。ローがまだ東テネシーにあった自分の旅団に戻ると、 ロングストリートが命令不服従の角でローを逮捕するよう命じた。ロー旅団の兵士たちはこの時までに一人の大佐を除いて旅団全体と共にその連隊をアラバマへ転属することを要請していた。ロングストリートはその部隊をテネシーに残すことで仕返しし、軍団の残りは北バージニア軍に再度合流しようとした。しかし、ロバート・イーリー将軍はローとアラバマ部隊に 北バージニア軍に戻るよう命令した。フットはこの時昇進しており、フット師団の新しい指揮官として、チャールズ W フィールドが任命され、その後この師団ははっきりと好転し、1ヶ月のうちに近間うがで示したような効率の良さを取り戻した。オーバーランド方面作戦の1864年5月6日、荒野の戦いで、ローは好評で、 逮捕されており、その旅団はオレンジュプランク道路に沿ったロングストリートの朝の反撃に参加した。この旅団はスポットシルバニアコートハウスの戦いでも戦ったが、ローが指揮に復帰したのはコールドハーバーの戦いの時であり、この時ローは銃弾を受けて頭蓋骨を骨折し左目を損傷した。ロー旅団がピーターズバーグ包囲戦に参加する一方で、ローは サウスカロライナ州にいたウェイドハンプトン少将の騎兵軍団で旅団長に転属となり終戦までそこに止まった。ベントンビルの戦いでマシュー・バトラー少将が負傷した時、ローはバトラーが任務に復帰するまでその師団の指揮を取った。戦後、ローは教師を務め、1881年にサウスカロライナ州、その後1893年にフロリダ州に移転した。 1903年まで南フロリダ士官学校で教授を務めた。1914年まではバートーのクーリーエインフォーマント紙の編集者を務めた。ロウはバートーで死に、そこの奥ヒル墓地に埋葬されている。ありがとうございます。